始まりました。はい、アトラスラジオ。はい、お便り会。あの怪獣プロレスね、はい、今順調に進んでますよ。怪獣プロレス、うん、準備が、はい、あなたが知らないところでそういうのが進んでるんですよ、はい、そうですね。いや、私ちょっと今回はね興味あるんですよ、うん、あの出演する方が昔の懐かしい番組の方ということでね、ちょっと興味ありますよ。超人バロムワン、バロムワンの白鳥健太郎役の高野博之さん、そう、うん、はい、バロムワンとっても好きでしたよ。ギターの二郎、うん、ギターの二郎って何？キカイダーでしょ。キカイダーですよ。キカイダーのね、うん、はい、ギターの次郎、僕らの仲間で、うん、私は、いや私あれ弾けますよ。ギターの次郎っていう歌詞があるじゃないですか、うん、歌詞があるんですか。歌詞がある、知らなかった。それはだからギターの次郎ですよ、うん、へえ。あんな遠くにいるのに、うん、なんでギターの音聞こえるの。それはねすごいちっちゃい。そうですよ。あ、そこにいつもなんか崖の上かなんかにねいるのに、うん、かかって弾いてて、はい、お前たちの思う通りはさせねえぞとーって置いてくるんですよね。こんなちっちゃいの聞こえるんだ。聞こえるわけないです。あのまだね、うん、あの一郎の、はい、トランペットは分かりますよ、はい、あ、トランペットだなって分かるけど、はい、ギターは無理だろう。ねえ、そうですよね。アンプもないのに、はい、ねえ、はい、ということでね、何の話かっていうと、あの怪獣プロレスの、まあ、あの、うん、セコンドとして、はい、あの二郎、はい、二郎さんと、はい、二郎さんって飛びやす飛びやすじゃない方ね。はい、飛びます。バン大吾さん、まあ、バン大輔さん、バン大輔、ね、バン大吾だって吉本新人になっちゃう。なんかめちゃめちゃですね。バン大吾さんはちょっと知らないですね。あ、知らないんですか。はい、あの、はい、バン大輔さんが来るのと、はい、それとあのウルトラマン、初代ウルトラマンの中身が来ました。中身あのスーツアクターの中でやってたことですか。セブンで素顔出てますよ、うん、はい、セブンで素顔出てる人、はい、だ天城隊員だった。天城隊員だったか誰だったかな。天城隊員、なんかねすごく懐かしい方がいろいろとね来ますね。だから怪獣プロレス、なんかお子様とかが喜ぶかなと思ったけど、大人の私たちでもなんか嬉しいかもしれないですね。歌を連れていこうかなと。いいですね。興奮するから。しますね。っていうか、なんだろうって思うかも。なんだろうと思いますね。思いますよね。一歳児に見せて。はい。はい。ということでね、怪獣プロレスの日時とか、また後日。そうですね。後日ね、お知らせしましょうかね。ヒバゴンも戦略に入ってますから、うん、はい。ヒバゴン選手が上がってきたら、はい。ヒバゴン選手はプロモーションに動くんですよ。ヒバゴン選手ヒバゴン選手がいるんですね。電話したもんね。はい。ヒバゴン選手に、広島まで、はい、あのヒバゴンがプロステビューするんですけど、はい、応援してくれますか、はい、地元としては応援しましょうと、はい、いうことになってる、はい、いいですね。もう町ぐるみでね応援してくれると、はい、でね、地元の祭り、ヒバゴンドイラー祭りっていうのが、はい、広島のヒバ山あたりで、はい、13日行われる。6月13日いや8月13日8月ですね。8月13日そこに参加します、ヒバゴン。はい、であとね、都市伝説展が7月1日から始まりますので、はいはい、都市伝説展、そうなんですよ。それをどこでやるんですか。北千住。北千住、僕は仲間に入れてもらえなかったです、ね、うん、あら残念あのうるさいねベテランはね、うん、弾かれてるんですよ。じゃあ誰が出るんですか。中澤くん、早瀬くん、はい、それ田中くんと吉田くん、はい、あと住みゆきくん、はい、この5人。あ、先生も仲間入りたかったですね。いや、あの、うん、もう俺が入ったら浮くのは事実なんだけどあの、はい、中澤が活躍する場所がなくなるじゃないですか、はい、そうですね、中澤さんに活躍していただきましょうね。だったら俺に妖怪やらせるよって感じですよねそう思いませんか。そう思いますよ、うん、はい、たくな、ということでですね。あ、そうそう、うん、都市伝説展に、はい、7月中に、はい、被爆が何回か乱入します。はい、なるほど、うん、はい、まあ、俺の本音を背負って乱入するからね、はい、なんで山口を参加させないんだって平野も頑張れるっていう予定ですよそういう予定ですね、ええ、はい、ということでですね、あ、そう、あの告知することがねちょっと一つ増えましてね、7月の、2日が便散歩なんか都内でやる予定が入ってきましたね。猫伝説、うん、猫の、ね、史跡の、はい、伝説を今リストアップして、はい、
どこにするべやと、はい、今検討しますよ。ちょっと場所はまだね決めている最中で。そうですね、はい、ということで、うん、あの東京都内になる予定かなと、うん、はい、はい、ですのでね、7月1日はポッカポカ近道で、うん、2日が瓶散歩というますなんかね忙しいスケジュールになってまいりました。ポッカポカは立ち会わなくていいでしょ。立ち会いますよ。だって私質問読む人ですよ。立ち会うの？立ち会いますよ。まあ、柴田に任せればいいじゃない。いや仕事熱心な私としては柴田さんはだからズームの調子を見てる方ですよ。ズームのトラブルがあったらなんかねやってくださる方で、うん、はい、ということで、はい、なんかでも柴田さんもねナレーターのお仕事をされてるみたいなので、うん、そのうち柴田さんが質問を読み上げる日も来るかもしれない。いやそれの方が楽だろう。その方がまあね私としてはね、そうだよねですけどね、うん、はい、ということで7月2日瓶散歩がやる瓶散歩をやる予定になりましたと、うん、はい、ではちょっとあの1回目の瓶散歩がね、うんうん、あの、はい、なんだっけ、盛況でしたね。あのあそこにまたあの料理屋さんですね。あのトルコ料理、トルコ料理屋さんですね、はい、うざい店長、はい、俺あれ絡みたくなかったのよ。そうですか。ああいううざい店長、うん、はい、絡みたくないなって言ったらもう絡んじゃってってね。でその後ね、あのビビビのブログではね、あのベリーダンスをやってる動画を載せております。アイムさんがまた行きたいって言ったの、うん、そう、私、うん、そうまた行きたいなと思ってランプ買いたいなと思って行って、うん、ちょうどベリーダンスの日を目指して。ランプ使ってるんですか。ランプあの置いてありますよ。ランプどこに。家に、汚い家にランプ置いてますよ。ゴミ屋敷にはい置いてますよ。あ、置いてるということでね、ビビビのビンタロー事務所ですよというブログに載っております。ねえ、ちょっと宣伝2回行きましたよ。また行きたいなと思います。でもいやもういいですよ1回で。先生はね、私たちって言っちゃあれですけど、私はまた行きたいなと。いやもうわけわかんないな。そういいよ、先生誘わないからいいですよ。俺うざく頼まれるの嫌なんだ、うん、だから先生は誘わないから大丈夫。俺は日頃はシャットアウトして、うん、はい、こう黙って静かにしてる方が、うん、若いまんもう先生はもう何にも誘わないから大丈夫。大丈夫大丈夫です。そういうこと言えたら何にも誘わない。こんなこと言えたらムカついてきたらもう誘えよ、たまには誘うんだよ。わかりました。ということでちょっと前置き長くなりましたが、お便り読みますよ。あ、読みます。はい、音声とかは大丈夫ですかね。オッケーだそうです。よかった。先生、じゃあ声を張り目でいきますよ。はい、はいはい、山口敏太郎様におかれましては、お健やかにお過ごしのことと存じます。最近は健やかですよ、僕は。そうですね。だいぶ調子良くなりましたもんね。体調ほんと4月5月死ぬほど悪かったもんね。そうですね。はい。はい、さて、早速ですが、YouTube のコラボ相手のご提案です。うん、その方とは数年前から、早瀬さんもコラボされていまして、うん、昨年、中澤武史さんもコラボしています。うん、きっと、敏太郎さんとも相性がいいんだろうと思っています。中澤早瀬で通用しても、うん、俺のストロングスタイルのグランドの技は受けきれないかもしれないぞ。先生がひねくれているのでということ。ひねくれているんじゃないよ。いや、あんな小僧た若手の小僧たちは、はい、うん、なんかすごいとか言ってるけど、はい、俺の関節技はきっときついぜ。うん、関節技とかね、コラボで関節技かけないでくださいよと。はい、今のように再生回数が回る前にチェックしている方です。その方は真実を語る黒子さんです。あ、知ってるよ。知ってます？真実を語る黒子さん、うん。YouTube 全体でも民族学に精通されている方は少ないのですが、おそらく黒子さんはまだ40歳くらいの方かなと思われます。それにしても、どのジャンルを振っても詳しいですし、いろんな方とコラボされていますが、オカルト界のオールラウンダー、山口敏太郎を彼に見ています。こんなことを書いては失礼かと存じます。うん、何が？ん？何を？だから、オカルト界のオールラウンダー、山口敏太郎を、真実を語る黒子さんと、こう、重ね合わせてるってこと。いや、もう100万年早いな。あ、そうですか。黒子くんはいいもの持ってるけど、うん、はい、
もっと専門的に勉強したら、はい、もっと彼は伸びますよ、はい、うん、今のままだったらね、はい、なんかちょろいそこら辺の若手と交流してるだけだったら、はい、本当伸びるものも伸びなくなるから、はい、もっとね彼勉強する場所を与えてあげたいね、はい、うん、はい、ということでね、山口敏太郎さんは自身のところで語るより他の人のところへコラボで出られている方が再生回数が異様に回る傾向があると思います。そうね、いやだってそれは、はい、YouTube が俺のところに規制してアクセスできなくなしてるんだから、はいはい、どうしようもないじゃん。あ、そうですね、またね私先月 の、 あの YouTube の新規登録者数がゼロっていうのを見て、うん、ちょっとおかしいんじゃないかな。ちょっとおかしすぎますね。ゼロ、うん、ゼロなのかな。寂しいですね、本当にゼロだったら。いや本当にそういうことないですよないよね。ないと思うんですけどね。誠さんのズバリで、はい、アトラスラジオって YouTube やってるんですよ、はい、言ってんだから、はい、一人もアクセスしてこないってことないですよね。ちょっと、うん、不思議なね現象が起きているかなと。だからその時間にひっくり返りますよ。はい、あの、うん、YouTube でアクセス一番取ってたやつが、はい、実はこんなちょっとだったとか、はい、いうふうになっちゃいますよね。なっちゃうと、うん、はい、ということで、ね、では山口敏太郎さんのチャンネルに何が足りないかと考えてみると早瀬さんのような愛の手を打てるブレインが不在しているのかと思います。日本大好きは中澤さんがいてラジオとして成立していて面白いのですが、的を得た返しをされる方がいないのだと思います。いやだって日本大好きの方がアクセス少ないじゃん。まあねっていうまあという、はい、ですね、そうですね、皆さんも日本大好きの方もね面白いから見てくださいよ。日本大好きはね割とねあの世間話とかが多いですか、日常とか。世間話が多いですね。多いですけどね、なんかこう、うん、何かをしながら聞いてて母とか笑うのはいいと思いますよ。母って笑う、母じゃなくて、うん、クッククッですか。別に笑い方は何でもいいんですけどね、はい、ちょっとクスッと笑ってもらえたりね、はい、それからですね、以前敏太郎さんは怪談語りは積極的にやらないと聞いたことがありますが、実にもったいないです。ん、怪談語りはでもねやってますよね、たまにしかやらない。オカルトエンタメ大学のように民族学と絡めればいくらでも戦えます。昨年私は震える尼崎に参加して生で敏太郎さんの語りを聞きました。てっきりオーガナイザーの階段を渡辺さんが持っていくイベントだと思っていましたが、全員聞いたことがある話でしたが、中でも山口敏太郎さんの話が一番怖かったと感じました。やっぱりな、やっぱり分かる人分かるんだよ。はい、私そうですね、俺がね、うん、みんなが育ててくるの待ってたの、はい、俺一人だけ階段語ったら意味がないから、はい、でも育ってきたからそろそろ持続を出して、はい、はい、バッタバッタと天下統一してる天下統一ですねはい、ということで、この人は普段は怪談は語らないけどすごいと生で見て実感しました。それだけに最近の敏太郎さんのチャンネルが回ってないのは悔しいと感じています。今のままでもテコ入りして改善する可能性はあると思いますが、黒子さんも昨年大々的に改善して分かりやすいチャンネルにされていると感じます、うん、先日のは参加できませんでしたが、アワーズルームの山口敏太郎さんの会には必ず見に行っています、うん、怪談とは関係ないやばい話は聞き応えがあります、うん、とても配信ができる内容じゃありませんが皆さんにも聞いてほしいですね。うん、ずれてしまいましたが、真実を語る黒子さんとのコラボ考えていただければと思います。連絡先は分かる？あ、なんかね、中澤武史さんとコラボされてるってことで中澤さんが知ってるんじゃないかなと思いますね、うん、中澤君にメール打ってよ。わかりました、うん、はい、ということでね、あ、この方ちょっとね名前お名前がない感じですかね、うん、どうもコラボの提案ありがとうございました。まあ、あのね、黒子くんと、うん、あの共演するのはやぶさかではないんだけど、はい、あと来月、あ、違うか、来月かな、うん、はい、来月あのいた子さんとね、はい、いた子さんと西村さんとコラボやります、はいはい、あ、そうですか。あのホームページ時代から生き残ってる3人ということで、うん、はい、で、あの、うん、あのね、パッキー中村さんともね、はい、コ
コラボの予定があるんです。あ、なんかね、続々とコラボがね、やる予定が出てきて、うん、はい、はい、なんかありました。はい、ね、今日はね、リエさんお休みなので、キャスパー沢口が、なんだっけな、うん、コメントを紹介してきますね。で、うん、ね、まず、YouTube のチャットのぐるんぐるんさん、ぐるんぐるんさん、ぐるんぐるんさんなんか読んだだけで目が回りそうになっちゃった。ぐるんぐるんさん、今週末に恐ろしいことが起きるかもしれません。あ、何が起きるんでしょう。何が起きるんでしょうね。何ですか、そのコメント。うん、わからないですけど。なんかの予言ですか。予言だと思いますよ。それともなんかのギャグですか。わからないけど、ね、何が起きるんでしょう。ギャグなのか予言なのか、はっきりしろって感じですよね。はっきりしろと。うん、はい。ということでね、ちょっと今週末もなんかまた天気悪そうですね。うん、はい、そうですね。はい、次のお便り。はい、滝沢バキンの感想。あ、ところでさっき録音したやつ送った？送りましたよ。送った？はい、もうタイトルから何か全部送りました。猿之助リーディング、はい、送りました。みんな今夜聞いてね。聞いてね、はい、猿之助リーディングすごいから、はい、で、誰がリーディングしたかも言います。しらす星さん。しらす星さんがね、誰なんだよって言ってるよみんな誰なんだそのしらす星って。しらす星さん、前はね、あれ誰だったかな、なんかね、三浦そうそう、三浦春馬さんのね、うん、リーディングをしてくださった方でしたね。そうですね、うん、いや、ほんでね、俺、うん、今度ね、はい、あのコロルさんに、はい、あのちょっとね、はい、リーディングをしてもらおうかなと。はい、どんな方ので、あのあいついなかった、YouTuberの誰、あのいろんな秘密を、芸能人の秘密を暴露する、うん、あ、え、ガーシー、ガーシーの持ってる秘密が、うん、国家を揺るがすような内容らしいんで、はい、それをコロルさんにアクセスしてもらおうかなと、はい、あ、いいですね。だから、うん、ガーシーが、うん、あの俺ガーシーが全面的に悪いと思わないのよ、はい、ガーシーが本当のことを言ってれば、はい、なんで逮捕されなきゃいけないのかっていうのは、はい、いや、それはあるよね。あ、ガーシーさんなんか脅してたんじゃないんですかね、そのネタでね、芸能人を。だから脅したところをね、うん、どうお答えしたらいいか分かりません。参加しやがって。黙っていなさい。おかしい。うん、はい、いや、だからね、うん、あれ本当にね、はい、脅していたのかどうかっていうのはね、はい、分かんないじゃないですか。まあ、分からないですけれどもね。うん、ね、脅すつもりはなかったかもしれないし。うん、はい。だから、俺ね、ガーシーの福地を 100% 封じるっていうのは、うん、はい、ちょっとなんかアンフィアのような気がするんだよね。あ、なんか、はい、あの、うん、それが真実であればね、はい、まあ、彼が喋った内容は真実であれば、はい、それは僕は聞いて叱るべき内容なんじゃないのかな、はい、だからなんでみんな口を、うん、ね、うん、何塞ごうとしてるのかな。あ、もうやっぱりね、あのガーシーにバラされては困ることをね、うん、困るネタを持っている方がたくさんいらっしゃるんでしょう、うん、ね、いや、それは自分が悪いんじゃない、まあ、自分が悪いけど、うんうん、できればこう世の中にね、さらされたくないようなことなんでしょうね。それを、うん、コロルさんが、うん、コロルさんがリーディングする。あ、いいですね、それはいいですね、うん、多分、はい、ガーシー容疑者はもっとね、うんうん、俺は、うん、あの政府のね、なんか隠してることとか、うん、そういうのの秘密を握ってるんだと思うんですね。はい、そうですね、はい、ということですね。はい、でまずね、滝沢馬琴の感想、これ近光さんの、ね、リーディングですね、はい、山口先生、アイム様、近光様、滝沢馬琴の会、ん、なんだろう、何これ、あ、電池残量がありません。え、あ、電池切れになっちゃった、あの録音機は。録音機、じゃあこの画面でいきます。画面でいきます。こっちは、うん、充電しながらやってるので。ああ、やばい、ね、画面で、うん、やばい、ね、あ、そうだ、やば、これ電池見るの忘れてましたね。はい、ということで画面でいきますよ。はい、はい、山口先生、アイム様、近光様、滝沢馬琴の会、興味深く拝聴いたしました。興味深く見てくれたんだ。よかったですね。はい、近光様の宇宙生命体が人間を誘拐や食べる件聞いていて、隣人の行方不明者のことに考えが飛びました。
行方不明になったの？隣人に誰かいるんですか？行方不明者、うん、京都に古民家を見つけ引っ越して3ヶ月、隣の家がゴミ屋敷で住人が捜索願いが出ていても未だに見つからず、この方のお姉様が2週間前やっと片付けてくれたのですが、この人物、65歳くらいの女性、この人物がどうしているのかずっと心配です。近所の噂ではコロナ中もあるいはコロナ後よく旅行で家を開けていたようで、私が入る1ヶ月前にいなくなって、最初旅行と思っていたお姉様が捜索願いを出し、中で亡くなっていないか調べに警察が出動も、中にはいませんでした。家がゴミ屋敷のせいか、近所のお風呂屋さんであまりにも石鹸、シャンプーを大量に使い、お風呂場を泡でブクブクにしたため、2、3軒出禁になっていたようですから。どれだけ泡が。これどうすごいですね。もうそこら中泡だらけになって。そんなにいっぱい使っちゃったと、うん。はい。ですから、精神的に動揺した方のようです。近所との交流はそれほど深いものでなく、旅行をしていたことから経済面は豊か、お姉さんともそれほど親密ではない、以前は一緒に暮らしていたらしい、などが分かっています、機会があれば近光様にどんな感触か聞いてみたいです。ボケてはいない方がどのように失踪できるのか首をひねるばかりです、そうだね、はい、不思議だね、不思議ですね、お名前は名字が T さん、T さん立ちつてとの T さんですね、他行の方ですね、T さん、宇宙人に連れて行かれたのではと頭によぎったのでメールさせていただきました。いや宇宙人ね、はい、今度大阪行ったらね、はい、あの道頓堀で、はい、あのナミさんのライブ やる前に体でね、はいはい、あの前に、はい、ちょっと宇宙人に触られたあの女の子の、はい、女の子って言っても30後半ですけど、はい、を聞いてこようかなと。宇宙人にさらわれた人にインタビューを取るですね。そうですね。へえ、それは面白そうですね、うん、はい、ということでですね、こちら KS さんからのお便りですけど、ね、このそれね、うん、本名と住所を、はい、ちょうだいよ、はい、近光さんに送って、はい、何が見えるかっていうのをやってもらいますから、はい、あ、この T さんの住所ですね。 T さんの住所もうまた、はい、 T さんですね、はい、ちょっとね、こうどこ行っちゃったんでしょうね。あ、まだいつもの関西弁でやらないですか、ね、やらないです。僕はイライラしてイライラ、その発話ネイティブじゃない、イライラさせないようにしてますので、うん、ということで、はい、はい、ん、なんか来ましたか。はい、はい、ではコメントが来ていますね。あ、さっきのね、ぐるんぐるんさん、胸騒ぎが全然収まらないのです。あ、この胸騒ぎがあると災害、大事件などが起こるんです。先日もひどかったのですが、ウクライナでダムが破壊されました、もしかしたら核兵器使用など起こるのかもしれない、今までこの胸騒ぎが起きるたびに阪神大震災、福知山脱線事故、東北大震災などなど起こる前にこの胸騒ぎがあり体調不良になるのです、今回はとにかくひどい、じゃあ相当きつい、はい、相当きついですね。なんでしょうね、ちょっとね、怖いですね。ウクライナのね、はい、核兵器使用っていうのは、はい、俺はねあると思うんですよ、はい、ロシアが使うのか、はい、ロシアがやったって言ってアメリカとかね、はいはい、イギリスの情報部隊がやるのか別として、はい、あそこで戦術核が使われるっていう可能性はあります、はい、事故に見せかけて、はい、原発を爆破するってこともあると思うんだよね。あ、うん、うわー、嫌ですね。だからもうそれで国土の半分ぐらいが火、使えなくなるんだよね、はい、だからそういう感じを受けてはいるんだよね、はいはい、あとね、ちょっと他のやつがね、大之助さんがね、裏で脚本書いている人がいるみたいですね。これは何だろう、ガーシーさんのかな。あ、ガーシーじゃないかな。あとね、たかし、ガーシーはね、うん、口を裂かれる可能性あるよね。そのなんかね、コメント欄でもね、そういう風にちょっと危惧されてる方とかいますね。あの、よくあるじゃん、うん、あの刑務所に入って、はい、留置所で首を吊ったとか、よくありますよね、はい、そんな都合よく首吊れるもんかなと思って、はい、殺されてるんじゃないのって。
ていう。私もなんかね、そんな感じを受けるようになってきましたよね。だからガーシーはやっぱり戻ってくるべき、うんうん、はい、ことじゃなかったと思うよね。はい、でこれね、たかし辰巳さんって読むのかな、うん、うん、後に獄中で亡くなったら疑わしいですね、うん、と、やはり、いやそうだよ、うん、同じようなことを考えている方たくさんいるかも。いやだから早めにね、うん、リーディングして、うん、秘密があるのを暴露しとかないと、うん、やばいな、やばいなとね。そうそうそう、ね、刑務所で泣くの、うん、私があとね、なんか何かのドラマで見たのかな、刑務所で亡くなったっていう新聞記事はあるんだけど、うん、実は生きていて他でなんか生かされているみたいな、うん、そんなことないですよ。そんなことは死んでますよ、日本の俺は。そうですかね、うん、だから日本はだって戸籍変えることできないじゃない、うん、国籍は戸籍例えばね、はい、あのアイムさん死にました、はい、それ別人に生まれ変わって、はい、違う名前と違う住所もらって、はい、はい、これから この人として生きてくださいって、はい、そういうのはアメリカじゃありますよ。はい、でも日本じゃ無理ですよ。そうですか。日本は殺すときは殺しますから。はい、うん、あ、なるほどね。はい、というちょっとね、裏側を見た感じが、やばいよ、だから、うん、やばいですね。だからガーシーはね、なんか本当のことを知ってるんじゃないかな。うん、ね、あの、うん、ね、はい、ドバイから帰ってこなかったじゃん。ドバイから、はい、あれもなんか俺、うん、ところが、ね、王族と仲良しになったんだ、ね、うん、なんかそうみたいですね、うん、仲良しになったのに、はい、なんか急にシュンとなっちゃって、はい、帰ってきたじゃん、はい、あれ相当なんかあったんだ、ね、何かあったんでしょうね。王族に根回しされて、うん、なんか帰らざるを得なくなったんじゃないの、うんうん、はい、まあそれはね、うん、はい、関西のおかんを人質に捉えたら、はいはい、どうしようもないもんね、はい、うん、その前に なんであの人が当選しちゃったのかなっていうところから始まっちゃうんですけど ね、まあ、騒ぎが大きくなったのはあの辺りから、ね、うん、あの辺りですね、はい、うん、はい、ということでですね、こちらが、ね、KS さん、 KS さん、はい、滝沢馬琴の感想、はい、ありがとうございました。びっくりした、ね、前世滝沢馬琴の感想、私も最初ねパッと見てね、って思っちゃって、うん、この間ね、あのアトラスラジオに出演した時の馬琴さんの感想なのかなって一瞬思いましたけれどもね、うん、あ、馬琴に電話したんですか、うん、草取りに。こうやって、あ、草取りもう決まりましたよ。いつ来週来ます、来週、来週いつ頃来る、来週の火曜日に来ますよ。火曜日に来ますか。はい、事務所の草取りそろそろしたいんですけど、あー、じゃあそろそろ、じゃあ先生もじゃあね、なんか都合つけて、ね、で事務所そんないっぱい草ありませんよ。だってありますよ。どこどこどこ、あの、はい、入り口のあんなちょっと、あんなちょっととか言っちゃう。あ、でも1時間ぐらいでもね、馬琴さんにやってもらってもいいかと思いますけど。あと俺の家もやってもらって、うん、あ、じゃあやってもらってくださいよ、ね、馬琴さん嫌がるんですよね。嫌がるの、馬琴が黙って腐るから。黙ってきちゃダメでしょ。気がついたらダメです、うんうん、それ怖いですよ絶対怖いですって、うん、ね、絶対あのね来ましたって言ってね、やらせていただきますみたいな、もうそうね、挨拶必要ですよね、うん、はい、ということでね、次のお便り、はい、うん、おまじないの効果について。おまじないの効果、はい、ビンタロウ先生、アイムさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。少ない毛ですが多い毛です。多い毛さん、はい、今回はおまじないの話第2弾をします。私自身は障害者で、さらに最近目の緊急手術で入院していました。ということでね、あの前にね、あの生配信した時に大池さんからね、病院ですっていうコメントが入ってて、収入も乏しく、手術費用、入院費用にことかく事態になり、日々どうしようか悩んでました、うんうん、そこで思い出したのがアトラスラジオで放送されたビンタロウ先生の話でした、うん、一つが白色のワイシャツのポケットにお札を入れて赤のボールペンを刺して北向きにハンガーをかけるというやつです、うん、そしてさらにビンタロウ先生もご利益を受けたという京都蓮宮寺の大黒様のご利益の話を思い出して、うん、京都までお参りには行けないのでネットで探して、そのお写真を携帯の待ち受けにして毎日のようにお参りしました、うん、その結果5000円という小さなお金から始まって、その後1万円、10万円、20万円、30万円とかなりの不労収入が怖いぐらい入ってきました。
これすごいね。すごいですね、これ。なんかやばい感じになってくるね。はい。ビンタロー先生が言われていた必要な分だけですが、うん、ああ、必要なお金だけですね。そうだね。うん。そのお礼に、三木大雲和尚には誕生日の6月17日にメロンケーキを送り、ビンタロー先生には、うん、わらび餅を送りした、ん次第。三木大雲がメロンケーキで俺がわらび餅。はい、うん、わらび餅。俺わらび餅好きだけどさ、うん、三木大雲に負け、微妙に負けてる気がする。メロンケーキの方がすごい、ほら、ね。そうですかね。いや、どうでしょうね。わらび餅も高級わらび餅なんじゃないですか？ね、さらに7月20日の誕生日までいろいろ送らせていただきます。本当に助かりました。いや、あのね、大池さん、これいっぱい送ってくださるうちにね、その儲かった分が消えてしまったら困っちゃうので、まあだからそれ、ね、消えない程度に、ね、消えない程度にということで、もうね、いいんですよ、うん、わらび餅をね、いただいてね、本当にありがとう。第1弾いただきましたから、ね、第1弾とか言わないでください。何ですかそれ。いや、これ第2弾だよ。第2弾、第3弾、第4弾とか、そう、続かないように。いや、第1弾もう食べちゃった。食べちゃったでしょ。もういいんですよ、それで。第2弾も。もういいんですよ。だって LINE 来てたもん。送るって。送るって。いやだ、大池さん、申し訳ないです。そんなに。ね、もう。誕生プレゼント、大池さんぐらいだよ。うん、いいですよ。ていうか57歳だって7月だからまだまだ先じゃないですか、うん、ね。はい、ということで、大池さん、せっかくね、儲かったお金はね、ちょっと、うん、そういう普通のプレゼントで消えないように貯金しといてね、ちゃんとね、取って。効果あるよ、あのおまじない。おまじないね、効果ありますね。ね、はい、また変えようかな、うん、1万円札違う、新しい、そうそうそう、で、なんか効果が薄れてきたなと思ったらね、お札を取り替えるとそうまた効果が発生するみたいですよ。うん、何だろう ね、はい、本当不思議だもんね。不思議、うん、変えると次の日なんか仕事入ってたりしますもんね、うん、不思議だな。はい、ということでね、単なる偶然かもしれませんが、そのおまじないと待ち受け画面にしてからこのようになったのは事実ですので、ご報告まで、うんうん、おー、よかった、うんうん、そうそうそう、大池さんね、 目の手術ということでね、うん、良くなったらいいですね。そう、うん、はい、ということでね、ありがとうございました。はい、はい、では前編はね、こんなもんですよ。アトラスニュースか、アトラスニュースも読みますか。読みましょうよ。いいですよ。ね、アトラスニュースここで読んでますけども、皆さんもね、ご覧になってくださいね。面白いニュースいっぱい載ってます。何がいいですか。なんで今探してるんですか。ありがとうございます。はい、月天使さん、今日のビンタロウのポロティーがいいですね。え？ポロティーがいいですねと言われてますよ。何ですかそれ。リーディングパート。ほう、何ですかね。何ですかね。はい、ということで、お洋服褒められましたね、うん、月天使さん、どうもありがとうございます。あ、これどうなんですかね。はい、ウェールズで宇宙人が羊を襲っている、うん、あ、いいじゃないですか。はい、ベタな内容ですけど、はい、ということで、イギリス UFO 研究家が主張、ウェールズで宇宙人が羊を襲っている、うん、イギリスはウェールズ地方のカンブリア山脈周辺にて羊が原因不明の死を遂げているという、うん、被害に遭っているのはウェールズ地方奥地の、あ、ごめんなさい、なんかちょっと間違えちゃった、ちょっと待ってね、いや、治った。よかった、もう慣れてきました。違うページになっちゃった。はい、被害に遭っているのはウェールズ地方奥地の一部の農家で、いなくなった羊が奇妙な死体で発見されることが多いという、うん、羊の死体にはまるで手術されたかのように綺麗な切開された傷が確認されており、犯人はイギリス全土で報告されている大型の猫科のユーマであるエイリアンビッグキャット、ABC ってやつ。そうなんですよ。ABC なんですね、うん。ではないかと噂されることもあった。この前あれでしょ、はい、ABC の遺伝子が、はい、猫科の動物だって分かったんでしょ。あ、そうなんですか。だからそういう生物が生息してるのは間違いないんですよ。はい。はい、
しかし ABC にしろ他の大型野生動物にしろ羊の死体に残された傷口があまりに綺麗なため、うん、動物の仕業とは考えにくいという声も上がっていた、うん、しかしある UFO 研究家が羊の異常死に関してエイリアンの介入によるものかもしれないという説を提唱して注目を集めている、うんうん、この説を唱えるヘレナ・ワース氏は、報告されている羊の死体の状態が、うん、いわゆるキャトルミューティレーションの事例として報告されている家畜の死亡例と酷似していると述べる、うん。また、羊の死体の周囲に動物などの足跡が残っていないことが多く、人間の仕業とは考えられないため、羊を殺害した犯人が上空から来た可能性があるというのだ。彼女の説が正しいとすれば、この地域でもキャトルミューティレーションが発生していることになるのだろうか。彼女の説に関しては異論も出てきているようだが、それでも何か奇妙なことがこの地で起きていることは否定できない。この地域の農家は何十年にもわたって原因不明の羊の死を報告しており、多くの十分に記録された事例があるとしている。でもね、やっぱりね、はい、羊農家とかね、はい、ヤギ農家とかね、はい、今何十頭も飼ってるじゃないですか、はい、なんか変な死に方するらしいんですよ、はい、でなんか内臓が中から破裂して死んでるとかね、はい、でなんだか分かんないって、うん、はい、だからそれがね、はい、宇宙人とかね、はい、宇宙地方の仕業かっていうと、はい、まあ、そうとも言えないじゃないですか、はい、ね、はい、だから、うん、これ何なんですかね。あ、でもなんかね、そういう羊とかね、ヤギとか飼ってる農家にしてはね、大損害ですよね。うん、それはそうそう。だからね、うん、なんとかね、原因とかを突き止めないと。そうですね。ね、なんか、はい、なんか別の理由があるかもしれない、ね。そうですよね。本当にね、牛一頭とか羊とかね、高いでしょ。何十万、何百万とかするのかな。わかんないけど。何十万じゃないですか。何十万ですかね。うん、もう大損害ですから。ね、13匹も4匹も知られたらね。そうですよ。はい。上がった、商売上がったりになっちゃう。上がったりです。はい。ということで、前編はこんなもんで。あ、なんか まだ読ませたいのがありますか？いや、ちょっとね、読ませたいなと思ったのがあったんだけど、はい。見当たらないですね。あ、そしたらちょっともう後編に。